はい、皆さんおはようございます。時刻は、9時30分を回りました。ねえ、嘘のような本当のはねえ、本当のお話のお時間でございます。いやいや、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。はい、今週もびっくりするような嘘みたいなね、お話が盛りだくさんかなというところでね、お届けしていきましょう。10時30分ね、10時までね、はい、ぜひぜひお付き合いくださいということで、毎週ね、お越しいただいている、ドクター水素ボトルのダルヨーイースト北条正弘さん、おはようございます。はい、おはようございますね。おはようございます。今日もね、今週もなんと、北条さんは東京からでしたね。そうです、ね、私は東京です。今回はね、はい、大阪、関空、ね、関西国際空港からね、ちょうど那覇空港に合流してお越しいただきましたね。はい、田中秀樹さんをゲストにお迎えしておりますが、田中さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと緊張しますか？大丈夫ですか？緊張してますいい笑顔になりました、はい、そんなわけでね、私たちがちょっといつも楽しみにしているのはね、やっぱりこうね、世の中健康であったりね、体が丈夫でいるっていうことはいろんなこうね、思考にも行動にもつながってくると思うんですね。ところがちょっとね、大阪からの田中さん、非常なご苦労をされたと聞いてですね、はい、ちょっともうご自身で、まあ暴露といってはね、なんですけども、こんなもうひどい状態だったんだけどね、水素との出会いが、はい、人生を変えましたか？大きく変えました。わあ、ちょっとその辺なんですけどね、ここ最近の出来事ですか？なんか非常に辛い思いを、コロナがあって、はい、はい、ちょっとその辺からね、はい、ちょうど2年前になるんですけども、4月の頭からですね、コロナにかかってしまいまして、まあ、最初は、軽い軽症だと思ってたんですけれども、入院先の病院でもう対処ができないということで、転院しますと言われて、その転院する前に、まあ、もしものことがあったらダメなんでということで、意識不明、まあ、意識を落としますというような形で、医者さん、お医者さんから告げられて、うん、それから20日間意識不明、まあ、何度か、命の危険もあったと、家族の者から聞いてるんですけれども、うん、まあ、何とか意識を取り戻したというような。20日間、はい、ちなみにね、まあ、知れなければ以前から、はい、あんまり丈夫な方ではなかったかなっていう感じですか？いや、そうではなくて、もう全然医者にもかからない、まあ、健康体質だったんですけども、はい、まあ、ちょうどコロナの、うん、イギリス株になるんですかね、まあ、ちょうどその時に、感染したみたいな感じになりまして、はい、いやいやいや、強烈なやつですよね、イギリス株だから ね、 ね、でもそうですね、ここやっぱりね、まあ、収束に向かいつつあるとは言いながら、ここ 2,3 年北条さんからもちらちら聞いてましたよね、はい、コロナになんとなくこう抵抗力強くなっちゃったというケースとか、うん、そうですね、まあ、うん、たくさんね、そのコロナに関してはいろんな事例の方がいらっしゃって、このラジオにもね、今 いろいろお声掛けをしていろんな方に出てもらおうと思ってるんですが、田中さんの場合は本当に激しい事例で、今命も関わるぐらいの状況からの復活なんでね、はい、今日はもうぜひということで来ていただきました。はい、はい、お医者さんはズバリ、いや、はい、田中さんと コロナだよって話じゃないですよね。もっと例えば数字的な、はい、なんか、はい、ちょっとお聞かせいただける範囲で、数値的、血圧であったり、血圧とか本当そういうのは正常で、うん、はい、何もなかったんですけども、うん、もう肺に、線維化が見られるんでっていうような形で言われて、で最初入院した病院でも、まあ、2、3日で退院できるだろうと思ってたのが、次の日に、もう線維化で白くなってて、この病院では対処できないんでということで、でお医者さんからも
まあ、入院してますけれども、その咳をしないでくださいと、咳をしたら肺炎がひどくなるんでって言われても咳が出てしまうんでどうしようもできないような状態だったんですけども、そこでも家族の者にはもう転院しますっていうようなお話は電話であったみたいです。でその後私に告げられて、まあ、こういう状態なんで、まあ、命意識を落として、まあ、搬送します、もしものことがあるかもしれませんっていうことだけ聞かされて、でその時にその少しの間、家族の者にもうメールを打って、まあ、もしも自分に何かあったらいけないんで、まあ、こういうことだけはしといてくださいねっていうようなことで、ちょっと会社関係の、はい、要件だけ伝えて家族に対してのことは何も言わなかったんで、退院した時元気になった時に何もなかったよねっていうようなことは言われました。まあね、こうしてでゲストに来ていただいてるんで笑えますけど、はい、だってびっくりしますよね。もともとはね、ご夫婦仲良くね水素を吸っていただいてたんですよ、はい、でそしたらお仕事で奥様が1週間ぐらいですかね東京に来られる時に水素を東京に持って行ったことで、お手元の水素が足らなくなって、その間に田中さんがコロナになっちゃったっていう話、はい、まさかかかるとは思ってなかったんでそうですよね。つらかったですね。はい。ね、だから意識不明の時はもちろんそれがリアクション取れないぐらいになるわけだからですけど、それが20日間。はい。その後はどうされたんですか。その。意識が戻りまして、うん、まあ、すぐに、気管支切開をするということで、喉からですね、チューブ挿入して、で、まあ、呼吸をするというような形で、鼻からは、まあ、栄養を入れるというような形で、はい、やってたんですけども、まあ、意識が戻って、ちょうどそれが4月の9日、まあ、ちょうど長男の誕生日だったんですけど、それも入院して、で28日の日に、意識が、戻ったんですけども、ちょうど29日が結婚式、結婚記念日だったんでね、うん、で看護婦さんにそれを日を聞いたら28日だったんで、29日が結婚記念日だから退院しますっていうようなことを言ったんですけども、まあそのもう実際20日間ですね意識不明だったんで、まあ、自分が帰れるような状態ではなかったっていうのを後から知って、まあ、びっくりしました。体が動かない状態で、はい、まあ、奥様から私も相談を受けて、それで、まあ、旦那様のね肺がもう線維化してしまって、まあ、このままだと、まあ、機械につながれたまま、または、まあ、良くなったとしてもその酸素ボンベをずっと引いて歩いていかないといけないふうになると、お医者様からはね言われてるっていうことで、まあ、それは大事ですねってご相談を受けたんですけど、どういうふうに水素をね活用したらいいんだろうかっていうちょっとご相談がありましてね。それでまあ一家の一大事だから、とにかくもう鬼のように吸うように伝えてくださいと、まあ、もちろん先生からね OK いただかないといけないんで、なんとかね先生にお話をしてお許しいただいて吸わせてもらってくださいって言って、でなんでそんな話をしたかと言いますと、私の母がそれからどうだろうな、半年ぐらい前かなにやっぱり肺が線維化して、で先生からもう緊急入院しなさいっていうことで入院して、なんと1週間でその線維化した肺が普通に戻ってしまって、先生もびっくりしたっていうことがあったんですけども、うん、ちょうどそういうね、私もたまたま身内でそういうことがあったんで、田中さんの奥様からご相談あった時も、実はうちの母もそんなことで良くなった経緯があるからチャンスあると思いますよっていうお話をしたら、まあチャレンジをしてくださったって、こういう流れなんですよね。なるほどね。一旦ちょっと CM 入りましょうね、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。
WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、皆さんおはようございますね。嘘のような本当の和ね、この和は沖縄の和でもいいしね、話と書きますね。嘘みたいなお話ね、朝からお届けしていますが、ゲストにはね、ドクター水素ボトルの北条さんとね、大阪からはるばるこの FM 宜野湾にねお越しいただいている、田中秀樹さんお迎えしてますが、田中さん今ちょっとね CM 中にちらっと伺ったんですけど、はい、サンズの川が見えたぐらいね、はい、そうですね、どんな光景だったんですか。もう今元気だから聞いちゃいましょう、はい、うん、真っ暗な、闇の中を、まあ、汽車ですね、電車とかじゃなくて汽車に乗って、煙出るやつ、そうですね、ずっと、まあ、走り続ける、でも一向に着かない、それどころか、まあ、戻ってきてしまうとか、あと、まあ、駅といいますか、その出発場におばあさんがいて、右と左に、まあ、汽車みたいなものがあって、うん、そこに乗るんですけれども、それが出発しないっていうような、まあ、アクシデントがあって、まあ、なんとかあの世には行かなくて済んだのかなと、なんか生かされてるんですね、やっぱね、そうかもしれないですね、リアルですごいですね、思わず本当ね、汽車乗ったらこう海沿いの街とかね、いいイメージがするんですけど、はい、なかなかそんな中から、はい、ちなみにね、先ほど北条さんがほら病院でね、はい、うん、先生の許可をね得て、はい、まあ、ちょっと水素吸引をさーっていうような、はい、ね、実際その、まあ、お目覚めに長い、はい、長い20日間の、はい、あと先生に田中さんもちょっとこれ吸うよって言って、はい、どんな感じだったんですか。いや、家族の者が先生に、うん、まあ、水素を吸わせてほしいと、うん、まあ、先生は水素っていうような形で、なんかちょっと難しい顔、ちょっと難しい顔をされたんですけども、大体そうですまあ毎日吸ってるんでっていうことで、うん、話しましたら、じゃあ吸っていいよって言ってすんなり認めてくれはったんで、まあ水素を吸えるようになったと、はい、いうような形で、そこから、まあ、水素生活が始まりました。ね、実際にはもう何年も前に水素ボトルはお持ちだったんですもん ね、 ね、そうですね、以前から、まあ、2年、4年ぐらい前ですね、2年前にちょうどコロナになったんで、それの2年前ぐらいから、水素は吸い始めてたんですけれども、まあ1日1回か2回ぐらい吸ってたんですけれども、もう入院して、まあ、水素が到着した時点で、まあ、起きてる時はもう30分のタイマーを、切れてはつけ切れてはつけというような形で、もうエンドレス状態で、はい、吸ってました。まあ、その一番ひどかった時、まあ、目が覚めた時でもいいんですけど、はい、その頃の血中酸素濃度ってどれぐらいいってました？血中酸素濃度は多分酸素吸入してたと思うんですけども、はいはい、それでなんとか96を保ってたんですね、ぐらいですかね。外したらどれぐらいいったでしょうね。80とかですかね。90切れる前後ぐらいまではいってたんじゃないですかね。なるほどなるほど、はい、80、そうですね、だいたい80代になる人が多いですよね、はい、多分もう80代にはなるんじゃないかなっていうような感じじゃなかったかなとは思うんですけども、むちゃくちゃ苦しいですよね、そのままだと、ね、苦しいですね、はい、まあ、酸素もその通常だったら3リットルっていうのでもすごく高いような状態だったんですけども、それを8リットルをもう24時間ずっと吸引するっていうような、なるほど、はい、形だったんで、でも酸素を吸収できない肺の状態だったってことですよね。そうですね、リハビリで、当初意識が目覚めた時にリハビリしたんですけども、先生が吸ってくださいねって言われるんですけれども、自分が吸ってるつもりなんですけれども全然動いてないような状態だったんで、
まあ、先生もちょっと諦め気味のようなところも若干感じてはいてました、肌で。そうですね、はい、そういう場合が多いですやっぱりね、はい、機能してなかったですね、そしてね。そうですね、でそこから、まあ、外付けの機械を外すか外さないかっていうような、試験があるんですね、うん、でその試験に通らなければ機械を外せない、移転できないっていうような形だったんですけれども、まあ、なんとかそれもクリアして、別の病院に移転して、まあ、そこで水素を吸わせてもらえるように、うん、はい、なったんですけれども、はい、まずそれができないとね、歩き回れたりもできないですよね。そうです、はい、ずっとベッドの上にいなきゃなんないってことですもんね、はい、まあ、最初はもうもちろんあの流動食っていうんですかね、はい、液体のものから徐々に、流動食になって、おかえさんになって通常食にはなっていったんですけども、その流動食から通常の、食事に変わる時点で、まあ、家族のものが水素を、言ってくれて、まあ、持ち込んで、それからもうずっと何しろ水に吸い続けっていうところなんですけども、まあ、その時にやはり水素を吸ったら活性酸素が出るんで、やはり尿とか汗とかでかなりの水分が出るんです。で最初は、まあ、もちろんおむつの状態だったんで、まあ、それでもなんとかいけたんですけども、水素吸い出したらもうそれどころじゃなくて、ポータブルトイレ用意してもらって夕方新しくきれいにしてもらうんですけども、朝起きた時点でもうトイレの尿がパンパンになって、なんやこれ、誰がこんなにすんのっていうような形でですね、あの言われるぐらい、もう看護師さんもびっくりしたような形で、どん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 、まあ、尿が出ていくと、はい、いうような感じ。これあの面白くてですね、大量に酸素を入れてるじゃないですか、はい、大量に酸素を入れるってことは大量に活性酸素を生み出すんですよ。あ、そうなんですか、はい、入ったエアの中の例えば 2% とか 3% とかが活性酸素に必ず化けるんですよ、はい、でその化けた活性酸素が体にまた悪さをするんですけれども、はい、水素を吸われていることによって、その化けた活性酸素を水素が捕まえて水にするから大量に水のおしっこが出たんですよ。あ、そういう理屈です。そういうことだったんですね、はい、だから普通の人よりもおしっこが出てるはずです、はい、その酸素をたくさん入れてるから。そうですね、でも酸素だけ、通常は酸素だけを大量に入れても体って吸収しないんですよ酸素。あの肺の機能が限られてるから、はい、でじゃあなんで吸収できたかというと、これは埼玉医科大学さんがうちの機械で調べてくださってるんですけども、はい、あの水素を吸うとヘモグロビンの量が増えることが分かっているんですね。ってことは酸素をつかむ力が上がっているので、うん、肺の機能が上がってるんですよ。面積は一緒でも機能しなくなってる肺が、まあ、例えば日頃が10だとしたら2に落ちてるとしても、それが4とかにコンって上がっているので、はい、酸素を捕まえるようになって、たくさん酸素を入れても、水素吸ってなければ2しか吸収できないんですけど、水素吸うと4吸収できるようになるんですよ。なのであの体がどんどん変わっていったっていうふうに、あの理解すると分かりやすいかなと思います、はい、多分そうだと思います。あの水素がですね、30分のタイマーがついてるんですけれども、30分のタイマーを待てない間にもうトイレに1回2回立つっていうような形で、もう30分吸えないような状態がやはり何日間かは続いた記憶があるんで、それも納得できま す, そうです、ね、はい、やみくもに実は酸素だけ入れてもダメなんですよね。やっぱり水素とセットにしてるから意味があるっていう。わかりましたね。一旦私もあのお手洗いに行きたくなったので CM に入りますね、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
はい、嘘のような本当の話、ね、後半大詰めですが、もうびっくりですよね。ある意味もう本当に死の淵をさまよった、ね、大阪から、ドクター水素ボトルの、ね、おかげで生まれ変わったかなという、田中秀樹さんをお迎えしてますが、まあね、尿がやっぱりに、尿に出てくるということは、水素を、ね、鼻から加入へというので、ね、吸引していくと、どんどんその悪いものが体の外に、ね、お嬢さん出ていくという、そうですね、捨てられますね、はい、うん、そこから立ち直りといってはなんですが、はい、ね、どんな風になってきます、そのさっきね CM にちらっと言ってたその酸素をずっと言ったら一生吸っててよって酸素の機械っていうのは今聞いたら、はい、ガラガラっていうか重く、もうボンベですよ、ボンベをこうね、あるじゃないですか、キャリーで引っ張って歩くような形です。 どこ行くにもそれ持ち歩いてくださいって言われるんですか。そうですね、もう24時間、まあ良くなっても夜だけはちょっと心配なんで酸素吸入しといてくださいねっていうような形だったんですけれども、まあそれを最初から言われましたし、まあ、そうなんだろうなっていうふうなのは家族は思ってたみたいなんですけども、まあ、私自身聞かされてなかったんで、まあ、自分では元気になって帰ろうという思いだけで、まあ、リハビリを続けてたんですけども、まあ、最終的には、酸素を外すという形になったんですけども、やはりそれまで、本当に酸素の吸引がなくなるかどうかっていうのは非常にまあ不安だったんですけれども、退院の2日ぐらい前ですね、に、血液検査先生が、やりますということでやられたんですけれども、その時にやった後に先生が慌てて来られて、田中さん田中さんって言って、でもね、何かあったんかな、退院できないんかなって思ってたんですけども、血液の数値が、健常者の方ともう変わらないんで、もうこれだったらなんとか大丈夫でじゃないですかねと。それ毎日病棟で吸い始めて大体何日ぐらいの時でした。それがですね、5月の、中から吸い始めて、6月の末ですね、1ヶ月半ぐらいで、お、普通になったよって、普通になったよと。お、今ね、酸素ボンベを引っ張って歩くって話がありましたけど、一人じゃダメなんですよ。酸素ボンベって大体もう一人付き添わないといけないから二人がかりなんだから、もしそういう生活に田中さんになられてたら、奥様のその生活もすごく制限されることになるんですよ。すごいことなんですこれって、ね、いかがでしょう皆さん、ね、本当にそれぞれ当事者になってみないとわからないことばっかりだと思うんですが、より、ね、田中さんから最後にちょっとメッセージとしては、はい、はい、水素やっぱり吸ってほしいですね皆さんね、吸っていただきたいですね。もう体の中の状態、何が起こってるかっていうのは全然わからないんで、できましたら、吸っていただいて健康管理に熟知していただく方がいいのかなと思っております。ぜひね、出会えますようにね、はい、うん、私たちも本当に祈るばっかりですね。はい、そんなわけでね、今週もね本当に驚きのもうね復活を遂げた、ね、大阪から田中秀樹さんをお迎えしましたけども、もうキラキラ輝く未来に向けて、はい、ね、ぜひ、元気で、ね、お互いいましょうねということで、はい、今日も嘘のような本当のは、ね、ダビオイストから、北条政宏さんと大阪から田中秀樹さん、ね、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。